プライマリーカバーを取り外していきます。プライマリーカバーは六角のボルトで取り付けられていますので、この六角のボルトを全て取り外します。手順としては一旦全部の六角を緩めていただいて、その後取り外していくということになります。全ての六角を緩めてもらって、その後六角を取り外すんですが、取り外した六角の順序が組み上げるときに必要になってきます。順序を覚えておくために、このような段ボールに外した順番を記憶させておくと良いかと思います。全てのボルトを取り外して記憶をさせた後にカバーを外すんですが、外す時に、オイルが漏れてきますので、プライマリーカバーの下に、オイルの受け皿を置いておくと良いと思います。ボルトが全て取れたのでカバーを外すことができます。このように段ボール等に記憶をさせておくと良いと思います。プライマリーカバーを外した時の注意点なんですが、外したと同時に1枚ワッシャーが落ちるんですよ。そのワッシャーをなくさないようにしていただきたいです。スタータークラッチの先端についているワッシャーになります。これですね、必ず落ちますので注意してなくさないようにしてください。これでプライマリーカバーの取り外しの説明を終わります。